マイク・トラウト、僕にはこういう大会が必要だった。大谷のエンゼルスのチームメイトで、WBC 米国代表主将のマイク・トラウト。伝説の大谷との対決も印象深い。今大会、トラウトのような一流メジャーリーガーが参加したが、アメリカでは異例のことだった。WBC への参加についてトラウトは、今まで野球のグランド上で経験した一番クールな瞬間の一つだった。特別な時間だったよ。と語っている。さらに、大会が終わってすぐ移動のバスの中でエンゼルスのネビン監督にメッセージを送ったんだ。自分にはこれが必要だったとね。こういう雰囲気の中でのプレーを経験して、この瞬間にいることが必要だったんだ、と短期決戦の楽しさを語った。トラウトはシーズンについて、僕たちがどれだけプレーオフに戻りたいかを考えさせてくれた。2014年以来行っていない、と語りシーズンに意欲を見せた。今回の WBC で各国代表にたくさんの選手を送り込んだエンゼルス。痺れる展開で短期決戦の楽しさを覚えた選手は多く、レギュラーシーズンが非常に楽しみだ。トラウトさん気づいちゃったか。年俸50億が大切なことに気づく。大谷、トラウト、サンドバルが同じチームって優勝だろ。あと一平もね。トラウトの魂の火をつけた大谷翔平。大谷の狙いはこれだったのか。今年のエンゼルスは優勝だな。そして大谷は移籍へ。日本の野球界を盛り上げるためにチャンネル登録と高評価よろしくね。あなたのコメントも待ってます。